入り口が鉄柵で塞がれた跡地なめ川アイランドと浜なめ川集落。なめ川アイランドは、かつて、千葉県勝浦市浜なめ川にあった、動植物園を中心とした、レジャー施設、運営会社の名称である。房総半島の海と山に恵まれた環境で、南国系の動物、鳥類や熱帯植物、プールホテル、野外ステージが整備された一大リゾート地として、開発。 運営されていた。特にフラミンゴ賞やーやクャクの飛行賞が有名で、野外ステージでは南国のダンス賞やヒーロー賞があり、夜間は宿泊客のためにバーベキューディナーとダンス賞が行われていた。入場を射数と売上高の減少が続いたことなどにより、2001年8月に閉園となった。施設もより駅として、 ナ川アイランド駅が1970年に開設され、閉園後も無人駅として残されている。喧騒な大都会で生活する都市生活者に明日の活力を養う憩いの場として自然を基調にした独創的で魅力ある鳥の楽園を創造して人と鳥と動物の共生を図る。合計93種1068点を飼育し、 希少な水牛の一種アノアの飼育も有名であった。フラミンゴショークジャクのダイビングショー、ホロホロ町の空中パレードショー、アシカの絵付けショーなどを行っていた。フラミンゴショーは、サンバやワルツに合わせて100羽のフラミンゴが行進するもので、風雨があると鳥が羽ばたくなど、非常に難度とオリジナリティの高いものだった。クジャクのダイビングは訓練中に風に乗って山中に逃げることもあり、 同じく容易ではなかった。千葉県内で唯一キョンを飼育していたが、1980年代以降に一部が逃げ出して野生化し、千葉県南部を中心に自然繁殖して農作物を荒らすなど2000年代から問題となっている。2019年には千葉県全体で4万頭にまで増え、他県にも侵入することが懸念されている。野種類4種、花木三十二種、 一般樹木77種の合計213種を栽培した。アジサイ数万株、毎年西洋アジサイを3000本植栽して、日本有数のアジサイ園があった。1964年8月13日に開園して、フラミンゴ賞の人気などから1970年に、年間117万人もの入場者数を記録し、外防線にナメカワアイランド駅が設けられた。 レジャー施設が皆無であった近隣のカモガー町に大規模水族館のカモガーシーワールドが1970年10月に開園すると当園の入場者数は同年から減少し始めた。1973年には年少10億円強、1974年には年少15億円強と、好調査を取り戻すものの1975年には不況で入場者が激減。 1976年には約50億円の負債を抱えて会社構成法を申請。その後、当時のオーナーが社長を務める日本夜勤工業が経営を引き受けた。その後は、子会社である夜勤工産株式会社が管理し、株式会社、ナメかわアイランドが運営を受託する形となったが、同年以降は一度も黒字になっていない。1980年代前半に、 現在の鴨川市、南房総市、立山市や周辺地域で、太海フラワーセンターロマンの森共和国、マザー牧場など、中小規模の観光施設、リゾートホテルが相次いで開業するなど外房のレジャー施設が鴨川市に集中し、1983年に東京ディズニーランドの開園で千葉県内の観光客を大きく奪われた。バブル景気時期は、 南房総のレジャー施設を泊まりがけで周遊するなど、入場者数は一時持ち直したが、バブル崩壊後の景気低迷やレジャーの多様化で、入場者数と宿泊者数が減少して累積赤字の増加が続いた。1997年に東京湾アクアラインが開通して、東京都や神奈川県から房総半島へアクセスが改善されるも、 鴨川市や立山市方面と異なり接続道路から大きく外れ、開通当初は通行料金が高額で、通行量が少なく、房総半島への観光客自体は少なく、恩恵はほとんど得られなかった。東京湾アクアライン開通を見越して、施設拡張して、日本で初めてシャチが出産するなど、話題性から集客力を得るが、 アトラクションの陳腐化などもあり2000年の入場者数は年間19万人まで減少し、売上高も最盛期の半分の6億円となった。開園依頼賞を行ってきたフラミンゴが高齢化し、1は50万円の購入費用も困窮し、2001年3月26日に日本夜勤工業の取締役会で閉園を決定した。親会社にとってレジャー産業は、 本業ではなく投資しにくかったとされる。閉園発表を受けて、勝浦市でなめ川アイランドを存続させる会が発足して1万5千人の署名を集めたが、自治体からの支援は困難であり、当初の予定通り2001年8月31日に閉園した。管理会社の夜勤さ算は2001年10月に日本夜勤工業に吸収合併された。 企業としてのナメカワアイランドは、生産業務を行い、業務終了後も、休眠会社として存続したが、2007年3月31日に、会社解散となった。閉園後の敷地は2004年3月に、協立メンテナンスが4200万円で取得した。複合リゾート施設、ウェルネスの森として、開発を目指し、2007年10月に、温泉移動を一本掘削した。 山を削ったような巨大なコアン型のくぼんだ土地にあった。駐車場から園内に入るには巨大な洞窟のようなトンネルを通らなければならなかった。入り口の反対側にあたるホテルは太平洋に面して浜に出られる。この地形は軍事施設の名残で園内で多く見られる。用途不明の洞窟は弾薬庫と懸念される。 周りを一周するご案型の頂きは遊歩道になっていた。以下は、閉園間際の2001年の料金以下の記録は、閉園後も含む。ありがとうございます。